今日のキーワード四十肩というふうに僕言いましたけれども、まずはですね、神崎清明高校男子新体操部の OB を中心に結成されました。ビーボさんは皆さんご存知ですよね。イケメンちゃん確かタスクルで行きましたよね。はい、僕らがちょっとタスクルで行ったんですけれども、記憶に残っている方いらっしゃいますかね。このようなもう超アクロバティックなパフォーマンスチーム、これこのシーンね、この宙を舞いながら足で鐘を蹴って鳴らすという練習のお助け、僕たちがこれを支えるというね、もうこのようにね、もうパワーが足りないですよ僕らは。もう無理無理無理、あんな素人ができるレベルじゃないっていうので、腕力が足らなかったという、足らない、はい、で結果当時はタスクル失敗というね、まさかあんまり役に立ってなかったですね、正直ね、まあ、皆さん知ってもらえるきっかけを作ることは最適にできたかなっていうのはあったんですけれども、はいはい、さあ今回もですね、その再びビーボさんからの、依頼ということなんですけれども、今回は過酷極まる血と汗涙のタスクル劇場開幕でございます。 VTR 四十肩。さんさんと輝く太陽、青々とした緑、そしてキラキラに輝くたかし、イライラするたかし、言うなイライラするとか、お前がどうしても声を取りたいって言うけど、ちょっとケツビシャビシャだよ最悪や、ジブリみたい、黙れマジで。今日の依頼はですね、はいはい、あの過去にもお世話になりましたビーボさん、イケメンのね、そうそう、アクロバティック集団の、そういうことです、ほうほう、からの依頼ということですね。お久しぶり、1年ぶりぐらいかなですね。ちょっと体育館の方に行きましょうか。また今日ビーボさんの練習なのかな。そっち系だったら正直嫌やけどな。これ、こう、あ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、子供たちがたくさんおる。あれ、あの、みんなこんにちは。こんにちは。よし、君いい子だな。お、見つけた。逃げろ逃げろ逃げろ。君一番声とったら、こんにちは。こんにちは。あー、いい子だな。メタルラック知っとる？知らない。はい、正直者でよろしい。よろしくお願いします。はい、またお久しぶりです。お待ちしてました。ってことは依頼人。はい、依頼人です。よろしくお願いします。あ、すごい。ビーボのリーダーが。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。お久しぶりです。ちょっと今日の依頼は何ですか？今日実はですね、あのビーバーの高弘さんが、はい、講師を務めてる体操教室になってます。なるほど。体操教室やってるんだ。はい。で今日はあの大縄跳びのレッスンをしたいんですけど、はい、いつも私がお手伝いしてるんですが、残念なことに。四十肩になってしまいました。ちょっと前川さん、四十肩ぐらいの略四十肩。あ、そうですか。もうどうにもならないんで、なんとかしていただきたいな。あ、じゃあ僕らがその音楽を回したりとか、はい、子供教室の手伝いみたいな感じですか。はい、うん、前回よりも全然簡単なことなんで、今回は。あの脚立に登るとかない。脚立は今回ないです。ないですね。ないですよね。よかった。ないですね。パンパンこれになる、これじゃないですね。ないですね。あ、それやったらいい。縄でパンパンになる可能性はあるけど。縄でパンパンになる可能性はあるけど。なるほど。イエイエイ。イエイエイ。今からウォーミングアップがてらマット運動をしようかなと。これやりたいです。ですよね。これできればビーボのメンバーに入りたいですよね。そうですよね。そう。多分顔のレベルは達してると思うんだけど。達してません。無理です。そう、みんなね、ちっちゃい子もすごい全然怖がらずにいってる。野中裕介30歳いきます。おお、きれい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 。じゃあそのまま全然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 。オッケー。いきます。はい。よし、せーの。おー、やろ、おー、
しょうな。さあ今回はなかなかお助けに行き着きません。もうだいぶ下手っております。
肩になんとかないっすか。やべえ。ビーボの T シャツも来ました。はい、そしてですね、皆さんにも集まっていただきました。皆さん、僕ら今日いかがでしたでしょうか。助かる。大成功。ビーボ最高。いやー、よかった。俺は来そうでしたね。